Right now, someone's world is disappearing. Not years from now, not months from now, but right now. A name they've known all their life, now gone. A face they've kissed goodnight countless times, now a stranger. A husband, a wife, a son, a daughter, erased. Imagine sitting across from someone you've known all your life, only to realize they no longer know who you are. Your name, forgotten. Your shared history, disappeared. Your presence, met with concern, confusion, maybe fear. This is not simple forgetfulness. This is not normal aging. This is the slow erosion of a life. This is Alzheimer's disease. アルツハイマー病とは、記憶がゆっくりと消えていく恐ろしい病気です。人生の積み重ねが奪われるという衝撃的な描写に、あなたは胸が締め付けられる思いがしたでしょうか。極端な例に聞こえるかもしれませんが、私たちの日常にも記憶が消える瞬間があります。せっかく勉強したことを忘れてしまった瞬間、努力が無に返したように感じたことはありませんか。比べるべきものではないとはいえ、学んだことを思い出せない悔しさは、ミクロながら自分の世界が一部消えてしまうような苦悩です。では、どうすればこの悲劇を避け、勉強の成果を確かな記憶として刻むことができるのでしょうか。実は、鍵を握るのは記憶力そのものではなく、情報を見極める力なのかもしれません。サムネイルにもある、勉強法は区別力で強くなるという言葉、その真意が気になりませんか。この動画では、記憶の専門家が語ったエピソードを紐解きながら、記憶術の核心に迫っていきます。最後まで見れば、あなたの勉強法に対する考え方がきっと変わるはずです。His research is guided by questions of how memories are created, maintained, and sadly lost. この言葉を語ったのは、脳科学の伝説的存在であるジェームズ・マガウ博士です。紹介されている彼とは、本編の講演者マイケル・ヤッサ博士のことです。ヤッサ博士は、記憶が作られ維持され、そして失われていくプロセスに心を突き動かされ研究を続けてきました。失われていく記憶というフレーズにはどこか物悲しさがあります。私たち自身も努力して覚えたことが時間とともに薄れていく経験がありますよね。例えば、試験夜に詰め込んだ知識がいざテスト用紙を前にした瞬間に頭から消えてしまう、そんな経験をした時、胸の奥に虚しさや悔しさが広がった記憶はありませんか。あの感覚はまさに自分の一部が失われたような小さな喪失体験です。勉強の苦悩とは、覚えたはずのものが思い出せないこと。なぜこんなことが起きてしまうのでしょうか。人の脳は完璧ではなく、記憶には抜け落ちや混同がつきものです。特に似通った情報同士は取り違いやすく、勉強でも大きな落とし穴になります。あなたにもこれは覚えたと思っていたのに、別の知識とごっちゃになって混乱した経験があるのではないでしょうか。一体脳の中で何が起きているのか、まずは記憶のメカニズムを探ることで、この苦悩の正体に迫ってみましょう。自分の記憶に対して、どんな失われたくない記憶をあなたは思い浮かべますか。日々の勉強で忘れてしまって一番悔しかったことは何でしょう。Okay, it is the one on the right, but come on, that's a much tougher test. When I showed you a zebra earlier, you had no idea I'd test you with two zebras. I mean, who does that? But it turns out that's the kind of memory the hippocampus is really good at. ヤッサ博士は、講演の中で聴衆を使った小さな実験を行いました。一度見せた写真を紛らわしい選択肢の中から当てさせるというものです。引用部分では、博士が観客にシマウマの写真を見せた後、少し経ってから微妙に柄の違う2枚のシマウマ写真を並べ、最初に見たのはどちらかと質問しています。結果は聴衆を大いに悩ませました。しかし博士はにやりと笑って、こう棚明かしするのです。
実はこうした似たもの同士を見分ける記憶こそは脳の海馬の得意技なのだと。この海馬の得意技、すなわちパターン分離こそがサムネイルにある区別力、つまりパターン分離のことです。区別力イコールパターン分離とは、簡単に言えばよく似た物事の違いを見極める力のことです。勉強で言えば、紛らわしい用語や概念をしっかり識別し混同しないように記憶する能力です。犬と狼、酸素とオゾン、あるいは歴史上の似た事件など、私たちは似ているが異なる情報を区別して覚える必要があります。この区別力が高いほど記憶違いや混同が減り、鮮明に知識を定着させることができるのです。ヤッサ博士の実験は一見意地悪なようでいて、脳の基本原理を体感させるものでした。私たちの海馬は本来似ている記憶を整理し、混ざらないように保存するフィルターのような役割を果たしています。しかし年を重ねたり脳に負荷がかかったりすると、このフィルター機能が弱まってしまう。年を取ると新しいことが覚えにくくなるのは、この区別力の低下が一因なのです。こう聞くと少し不安になりませんか？自分の会話の区別力は大丈夫だろうかと。あなたは最近勉強や日常生活で覚えたはずなのに混同してしまった経験はありますか？それは一体何と何を取り違えたのでしょう？ここまでの話を整理してみましょう。まずアルツハイマー病は記憶が消えていく恐怖を私たちに突きつけました。そしてその対極にある私たちの脳の働き、海馬が持つ似たものを区別する力を知りました。この区別力、パターン分離は誰にとっても難しい課題ですが、年齢とともに衰えてしまうことも分かりましたね。つまり記憶力を鍛える鍵は、いかにこの区別力を維持・強化するかにかかっているのです。ではその区別力を低下させてしまう原因とは何でしょうか？ここからが本題です。ヤッサ博士は驚くべき仮説を提唱しています。それは脳にスパムが発生しているというのです。一体どういうことでしょうか？博士の説明をもう一度聞いてみましょう。And the key with spam is that typically it's a good thing. It's a good thing to have communication, but too much of a good thing ends up being a bad thing. Too much noise drowns out signal. So the concept that I want to introduce to you today, you heard it here first, is brain spam. No, it's not this tasty little treat. We're talking about too much of a good thing in the brain.Too much activity, not to the level of epilepsy, but enough to disrupt the harmony, enough to disrupt the balance. And that can be an early sign of memory loss. ここで出てきたスパムという言葉に驚いたかもしれません。ヤッサ博士は脳内の過剰な信号をスパム、過剰信号と呼びました。スパムとは本来メールなどで不要に送りつけられる大量の情報のことです。多すぎる良いものは悪いものに転じるというユーモラスな比喩で脳内の異常変象を説明したのです。博士によれば、脳の人形活動がちょっと過剰になりすぎる状態が問題だといいます。興奮しすぎたニューロンたちがあちこちで暴走し、ノイズとなって本来通すべき信号をかき消してしまうのです。これが脳内のハーモニー、興奮と抑制の絶妙なバランスを乱し、新しい記憶を刻みにくくする原因だと考えられています。ヤッサ博士の言葉を借りれば、脳がスパムまみれの状態です。実はこの変症、アルツハイマー病の前段階である軽度認知障害 MCI の患者さんや、高齢になって記憶力の衰えた人の脳で確認されています。海馬に電極を刺したラット実験や FMRI 研究で、健常な個体に比べ記憶力の低下した個体の方が海馬の活動過剰スパム状態だったことが示されています。適度な脳活動はいいことですが、それがほんの少し過剰になるだけで記憶形成にブレーキがかかってしまう。これが博士が指摘したポイントです。ではこの厄介な脳のスパムに対抗する方法はあるのでしょうか？
ここから先はいよいよ核心に迫ります。安博士たちはこの過剰な脳活動を抑え込むことで記憶力を守れるのではないかと考えました。果たして脳のスパムを撃退する手立ては見つかったのでしょうか。 Here's what happens on drug. The overdrive goes down. If you compare MCI patients against controls in terms of their memory performance, they make a lot more errors on this test, the Zebra's test.And with the drugs, their errors also went down. So not only did this kind of intervention reduce the overdrive, but it also improved memory. ヤッサ博士と研究チームは脳のスパムを抑えることで記憶力低下を食い止められるかどうか大胆な実験に乗り出しました。使用したのは抗転換薬として知られるある薬でしたが、ポイントはごく低用量で使ったことです。なぜなら博士たちが狙ったのは重度の興奮を抑えることではなく、わずかに過剰な脳活動を正常化させることだったからです。引用部分ではその試験結果が語られています。薬を投与された軽度認知障害の患者たちは脳内の過剰な活動が収まり、記憶テスト、あのシマウマを使ったテストのエラーが減ったのです。つまり脳のスパムを抑制することで記憶力の低下が改善したわけです。これは非常に希望の持てる結果でした。実験は少人数短期間の予備的なものでしたが、その後さらに規模を拡大した18ヶ月の試験でも認知機能低下の 40% 抑制という有望なデータが得られています。ただし効果があったのは特定の遺伝的リスクを持たない群に限られました。もちろんこの薬一つで全ての記憶障害が治るわけではありません。ですが安佐博士はこの成果に新たな視界を見出します。私たちが直面している記憶低下の問題はどうやら単純な原因一つで説明できるものではない。だからこそ一人一人に合った多角的な対策が必要なのではないか、そう考えるようになったのです。勉強についても同じかもしれません。このやり方さえすれば絶対に覚えられるという魔法のメソッドは存在しないのかもしれませんね。一つの方法に頼るのではなく、自分に合った記憶戦略の組み合わせを見つけることが大事なのではないでしょうか。あなたは今までにこれは効くと思っていた勉強法が通用しなかった経験がありますか？もしあるなら、それはどんな方法でしたか？Exercise works for strength training. All of it is good. We've even shown that walking as little as 10 minutes can improve memory retention. So it doesn't take much. So I would say, concerning quantity and quality and all of that, any exercise is better than no exercise. 記憶力を守る多角的な対策とは何も特別な薬だけではありません。安佐博士は講演の終盤で予防の大切さを強調し、私たち誰もが今日から実践できる生活習慣について語りました。その一つが運動です。引用にもあるように、ほんの10分の散歩でも記憶保持が向上するという研究結果があるのです。運動によって心拍数が上がり血流が良くなると脳にも酸素や栄養が行き渡ります。その結果脳細胞が活性化し記憶が定着しやすくなると考えられています。運動といっても何もハードなトレーニングである必要はありません。安佐博士は30分以上のセッションなら有酸素運動でも筋トレでも効果があると述べつつ、要はやらないよりやった方がいいと断言しました。これは勉強の合間にも取り入れられそうですよね。長時間机に向かいっぱなしになるより合間に軽く体を動かすことでかえって記憶効率が上がる可能性があります。さらに博士は運動以外にも記憶を守る4つの習慣を紹介しました。それは社交、知的刺激、地中海式の食事、そして十分な睡眠です。人と交流し新しい知識に触れることで脳は常に刺激を受け続けます。社会的に孤立すると認知症リスクが上がるという報告もあります。また緑黄色野菜や果物、良質な油を多く含む地中海食は脳の健康を支え、赤身肉や加工食品を控えることで炎症を抑える効果が期待されます。そして何より重要なのが睡眠。
睡眠中、脳は日中に溜まった老廃物をせっせと掃除し、記憶を整理、固定しています。しっかりと眠ることで、勉強した内容が夜の間に脳内へ定着していくのです。これら4つの習慣は、科学的根拠に裏付けられた記憶を守る柱と言えるでしょう。すべてを完璧に実践するのは難しいかもしれませんが、まずはできることから始めてみたいですね。例えば、あなたは普段の勉強の中で休憩や運動、睡眠などに気を配っていますか？自分の習慣を振り返って改善できそうなポイントはどこでしょう？ You just with one note here, and that is that the end of Alzheimer's disease begins with the courage to think differently. And I hope that each of you will walk out of here today thinking just a little bit differently about Alzheimer's disease, about what we need to do, about the effort that it takes. And if we can all do that, then maybe we can start to see the light at the end of the tunnel. ヤッサ博士は講演の最後に固定観念を打ち破る勇気について語りました。私たちもまた記憶や勉強法に対して発想を転換してみる必要があるのかもしれません。アルツハイマー病研究の世界では記憶を失う病気に対して視点を変えることで新たな突破口が見えてきました。同じように私たち個人の勉強法においても一つのやり方に固執せず違う角度から工夫することが大切です。この動画で見てきたように記憶力を高める鍵の一つは区別力を鍛えることでした。似たものをただ暗記するのではなくしっかりと見比べて違いを意識する、これだけでも記憶の定着度は大きく変わります。例えば英単語を覚えるなら意味が似ている単語同士をセットにして互いの違いを説明できるか試してみるのです。歴史の勉強なら年代が近い出来事を企画して異なるポイントを箇条書きではなく物語として語れるか挑戦してみると良いでしょう。こうした学習法は海馬が喜ぶ脳トレになります。区別力を使う勉強は一見手間に思えますが、その分記憶にフックがかかりやすく、後から思い出すときに混同しにくくなるのです。ヤッサ博士のメッセージに習うなら、記憶術においても発想の転換が光明をもたらすと言えそうです。あなたも今日からぜひ自分の勉強法を少し違ったやり方で試してみませんか？従来のやり方とは異なる工夫を取り入れることで、思わぬ記憶力アップの逆転劇が起きるかもしれません。私たちの脳には区別力という似て非なるものを見極める力が備わっています。これは知識を鮮明に記憶するための秘密兵器であり、勉強法を飛躍的に強化してくれる鍵です。アルツハイマー病研究で得られがしさは私たちの学びにも応用できるでしょう。早速24時間以内にこの知見を生かしてみてください。例えば今夜寝る前の1分間で今日勉強した内容の中からよく似ていて紛らわしかったことを一つ思い出し、それらの違いを自分の言葉で説明してみましょう。そして翌朝起きたら30秒だけ時間をとってその違いをもう一度思い出せるか確認してみてください。たったこれだけですが、あなたの海馬はしっかり働き、記憶がより確かなものになっているはずです。さあ、あなたの勉強法にも区別力という新たな視点を取り入れて記憶の定着力をぐっと高めてみましょう。日々の積み重ねが大きな成果となって現れることをぜひコメントで教えてくださいね。あなたの体験や工夫を共有してもらえるのを楽しみにしています。